ませ。来てくれたんですね。にゃー、ご予約のお客様、ご来店にゃ。暴れてやるわよ。練習台にもならないわ。ファイヤーボルト。出たな。モンスター。ファイヤーボルト。治療に支障が。瞳はいろんなことを教えてくれる。帰ったか。ついに少子化の波が我が学園にも押し寄せたというわけか。あなた方、大人が手をこまねいていたから、そう、言うこともできると思うけど。言葉が過ぎるぞ、フィン。たかが生徒会長ごときが。これは失礼しました、理事長のお嬢様。敵を作るのは天然か？それとも、宣戦布告でもしてるつもりか？まさか。そんなこと思いもしませんよ。たとえどんなに無能だったとしても、僕には上司、校長も教頭も理事長も、ましてその娘を選ぶ権利なんてありませんから。はいはい、その辺にしとこか。ロキ教頭、お主もかなり態度がでかいんじゃがの。まあいいやん、その辺は。一応前に執行部は無礼講って決めたやん、クージュン。わしは認めた覚えなどないがの。多数決には従うべきだよ。ヒゲを結んだ未開の蛮族なんて呼ばれたくなければね。何？わしは生徒にそんな風に呼ばれとるのか。僕の裁量一つで、ずんぐりむっくりラブリー校長なんて呼ばれるようにもできるけどね。お主、センスないの。話をそらしすぎだ。今は少子化による我が校の入学者減少についての対策だろう。おお、そうじゃったの。入学者が減ってもうて、学園の見入りも悪なっとるしな。また留年者が多数出るよ。人気学生を留年させる感じでいいんじゃないかの。となると合図か。少なくとも2,30人は後追い留年するからね。メル・クラネルも留年させたったら変じゃん。彼の人気は確かに低くはないが、後追い留年ともなると確実なのは2人だけだね。あまり効率がいい方法とは言えんの。現有の学生を進級、卒業させない。これ以外に方法があるなら聞かせてほしいものだね。いっそ卒業必要年数を3年から10年くらいに増やすというのはどうじゃ。それを適用できるのは次の新入生からだろう。在校生に適用すれば詐欺行為だよ。詐欺の度合いは留年も変わらんと思うかな。僕が考案した後追い留年増進作戦よりいい方法が浮かばなくて悔しいのはわかるけど、稚拙な方法を乱発しない方がいい。バカに見えるから。貴様。ああ、やめやめ、しょうもないことで喧嘩せんとき。まな板部顧問のお主に偉そうなこと言われる筋合いなどないわ。なんやって。やれやれ、年の功だけで権力の座にいる者の争いは見るに耐えないね。なんやって。なんじゃと。我が名はアールブ。
ついに出しよった。年齢でも頭脳でもなく、決闘による学園の最高権力、学生教員すらの解雇権をも持つ、まさに絶対的な覇王の血筋。それが理事長の娘。お前たち、あまり私を失望させるんじゃない。はは。少し休憩を挟むか。はい。ん？飲み物か。気が利くな。なんや、なんでこんなガキどもがこんなとこに。なんと理事長の娘が本当の娘に。フィン、自分ほんまは結構アホやろ。クシュン。かわいい。これはいけるぞ。この子供たちを我が校の広告塔にしてしまえば。いや、鍵は今の飲み物だ。これを使って学生全員を幼児に戻してしまえば、留年などさせなくとも10年は授業料を絞り取れる。アホ抜かせ。こんな可愛い生き物、ジュニアアイドルでボロ儲けに決まっとるやろ。やれやれ、品がないね。お主のアコギな方法と50歩100歩じゃ。自分らジュニアアイドルなめんな。この人たちも怖いよ。戦う？無理です。はっ、根性なしが。なんか面倒くさそう。わしは校長じゃぞ。お飾りはただ座っておけばいいのさ。な、ちょい待ちしぐんな。子供らがおらん。な、お手をかけ。この学園から出すな。あの薬、必ず手に入れてみせる。ジュニアアイドル、逃がさんで。果てなき高みを。食らい尽くす。絶対やけ。ファイヤーボルト。練習台にもならないわ。ザラキャー。治療に支障が。勝利のクイーン。なんて。トロフィン、まだ捕まえられんのか。僕はあなたの部下になったつもりはないんだけど。ダホ、校長と教頭やで。黙って言うこと聞いとかんかい。哀れなものだね。能力に見合わない権力を持ってしまった人たちっていうのは。だが、いいだろう。僕の目的もあなたたちとそれなりには一致しているからね。お呼びすか、生徒会長。今すぐ四天王を招集しろ。四天王すか。ですけどあれは緊急事態にしか。今がその緊急事態だ。早くしてくれないかな。はいっす。うわー、かわいい。何、誰かの弟、妹。あの、おお、照れてる照れてる。ねえ、君たちどこから来たの。
からないなら戦えばいい。キャラルン、かっこいい。な、何この子たち。パパ、ママ。ああ、泣いてんじゃねえよ。こっちの子は柄悪そう。殺すぞてめえ、泣かしてんじゃねえぞ。え、私、うん、柄は悪いけど性格はまっすぐだ。まあまあ大丈夫、戦えば元気出る。こっちの子はこっちの子で意味わかんないし。我が名はアールブ。理事長の娘さんみたい。どこかで覚えちゃったんだ。ところ構わず権力振るってるからね、あの人。見つけたぞ！ヘスティアさん？ああ、出たな、私たちまな板同盟の宿敵。あ、君はロキンとこの。覚悟してよ、今度うちには強力な助っ人が入る予定なんだから。予定ってことはまだ入ってないの？うん、今勧誘中。チグサって子なんだけどさ、いい感じにペトンコっぽくて。ちょっと彼女に同情するわ。まあ、今はそれどころじゃありません。ベル様を確保しないと。え、ベルってアルゴの男のこと？そうだよ、その子はベル君が変な薬で若返ったんだよ。そうなの？じゃあアルゴノート君お持ち帰りできちゃうわけ？なんで君が参戦してくるんだ。お持ち帰りは僕の特権だぞ。あれは半年前。その話長くなりそうなんでいりません。ひどくない？とにかくベル君を確保。いない。あなたたちが目を血走らせてるから怖がって逃げちゃったわよ。くそ、逃がすか。行為知る。一般生徒ラウル、四天王揃ったっす。二人しかおらんようじゃ。三四人目は募集中だ。さあ行くんだ君たち。はいはい。なんや、頼んない連中やな。人は役職を与えれば役職に応じた能力を発揮するものさ。力不足感満々の人生やんそれ。うん、まあ捕まえてくれれば何でもいいわい。ん、どこへ行くんだい校長。王国にな、あのお方のところへ。暴れてやるわよ。出たな、守らなきゃ。食らい尽くす。絶対役を始めよう。モンスター行くぞ。帰ったか。ここどこ？ママ。学園の裏山。知りなんですね、リベリアちゃん。私はアルボだから。お家帰る。無駄。ここは赤外線とかレーザーとか監視カメラとかがいっぱい。それ敵？戦うの？
戦ってもいいけど固いわよ。戦えればいい。ああ逃げっぱなしなんかダセえし、一発ぶちかまそうぜ。戦うか。怖いよ。うるさいです。怖いのなんてみんな同じなんだから。別に怖くないよ。私にはお金と権力があるもん。うずうずしてくんぜ。けれれん、みなさんかっこいい。みんな変だよ。あなたも覚悟決めてください。泣いてばっかりいないで。ほっとけよそんなやつ。いざとなったら俺が守りゃいいんだからよ。けれれん、守っちゃうんですね。勘違いすんな。弱いやつは邪魔だから守るだけだ。素敵。ベル、アイズちゃん、みんなと戦おう。アイズちゃん言ってることずっと同じだよ。戦おう。戦おう。その戦おっか。うん、決まり。けれれん、あの泣き虫はすごいです。じゃあ準備しよう。さあ腕が鳴るぜ。なんで私がガキのケツを追っかけなきゃなんねんだよ。このスケバンティオネ様を顎で使おうってのか。パンピーが四天王とか調子乗ってんじゃねえぞこら。生徒会長の命令で。ざけんな。それ早く言えってのクズが。ほら行くぞパンピー。うちのスケバンちょろいっす。なあフィン、なんでスケバンのティオネって四天王ちゃうの。ああ、彼女を子飼いにすると僕の低層的な意味でも危険そうだからね。組織内の色恋沙汰は士気に関わるし。なるほどな。ラウルは無能やけど扱いやすさはピカイチっぽいもんな。そういうことさ。多分ラウルのことだから今頃僕の名前でティオネを引っ張り出してると思うよ。織り込み済みっちゅうわけか。四天王の能力としてラウルには期待していない。だが僕が直接じゃなくティオネを刺激できるのは大きい。なんや小賢しいやっちゃな。褒め言葉として受け取っておくよ教頭。姉ちゃんたち。ううん、僕は行かないよ。ベル君、僕は許せないんだ。何もしなくても何かを期待していた僕自身を。ベル様、僕は冒険する。男の子になっちゃったんだねベル君。そうと分かったらリリも協力しますよ。一緒に冒険しましょう。どう、抜け駆けはずるいぞサポーター君。ベル君は僕が助けてあげるんだからな。けれれん、まさかあの泣き虫の子